もう卵入れちゃう。はい、まん丸な黄金チャーハンできました。さあ、リュウジのお姉さん、リュウジです。ということで、この間やってめちゃくちゃ簡単でうまかったレシピがありまして、高知県で結構よくお店で出されているものらしいんですけども、卵焼き飯っていうのがあるんですよ。具材がね、卵だけのチャーハンなんですけども、これがマジでうまいんですよ。なんで今回は卵しか使わない、でも卵しか使わない、こんなにうまいんだっていうですね、最高の卵焼き飯を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介、卵をね2つ、ご飯が 200g。 じゃあもうこれだけで、あと調味料は概要欄ね、まあ今言いました、塩、味の素、醤油、酢だけです。なんでこれをやっていきたいと思います。卵焼き飯はですね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。誰でもできるんですけども、チャーハンを作る時ってやっぱね、テンションがね一番大事だと思うんですよ。チャーハンってやっぱこうガーってやるじゃないですか。ギャーギャーやるじゃないですか。なんでテンションを上げるために最適なものを今用意します。こちらです。ハイボール先生。酒という字はもうそんなのどうでもいい。酒がうまいっていうことで僕はテンション上がっていますんで、料理に必要なのはテンションです。皆さん、テンション出ます。まずね、ご飯ね、温めます。あったかいご飯用意してください。あったかいご飯の方がパラッといきやすいんで。じゃあこれ2分チンします。はい、でその間にタレをね、作っていきたい。そのままでもすごく美味しいんですけども、これ、ね、タレがあるとね、すごく美味しい。お醤油大さじ1杯、とりあえず醤油とお酢11、はい、この酢醤油、これ最高にこのチャーハンに合うタレなんで、この酢醤油超大事。でこれあっち、これ開けます。はい、あんま洗い物増やすの嫌なんで、もうここで作ります。でここに卵ね1個、こう混ぜる。カンと大学生で作る飯みたいね、もうね心は大学生でこれね、卵絡ませとくんですよ。でね、卵かけご飯作っとく。そうすると、あ、卵がコーティングされてこれパラパラになるんですよ。普通の方はねボウルに入れて混ぜてくださいね、これね。でここにあの味の素が1、2、3、4振り、お塩ここに1/4、小さじ1/4で、これで下味つけときます。はい、これでね、あの卵焼き飯の素完成、完成です。はい、でこれと別にね卵溶くんですよ。ここで溶いちゃう。はい、でここで溶くんですが、ここにも味の素入れます。1、2、3、4、これね、あのこっちはね具なんですよ。でここにはお塩が、あのさっきね1/4、5分の1ぐらいでいいです。でここで溶いておく。この2つの卵使いがすっごい重要。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあフライパン持ってきました。ちょっと大きめのフライパンがいいと思います。ここに油1/4、今回ちょっと測りましょうか。大さじちょっと半分でこれぐらいですよ。はい、フライパン鳴らしてください。で強火です。強火でいきます今回は。でまず用意するのはこっちの卵です。具卵、フライパンが十分に温まったら具卵投入です。したらちょっと混ぜます。はい、ちょっと固まってくるじゃないですか。でここにもう卵入れちゃう。こいつをここで炒め合わせる。そうすると、ご飯に絡まった卵はご飯に全部吸着されてるんですけども、最初に炒まってスクランブルになったところは具になっていきます。これがね食材の、食感のコントラストになっていきますね。ここにお醤油今年半分ぐらい、だからちょろっとでいいです。はい、香り付け程度お塩入れます。でここにね、ごめんなさい、最後にお酒だけ入れます。大さじ1、ちょっとね、香り付けます。香りとちょっとしっとり感で、パラパラだけじゃ美味しくないんですよ。ちょっとしっとり感があった方がいいんで、はい、これがね、最高のチャーハンです。じゃあ持っていきます。これをなんか丸いね、お椀でもいいです。これにね、入れて形作るとすごく綺麗なんで、軽く押さえて、これね、はい、これ乗っけて、はい、ポイッ、はい、これ最高に美味しい、まん丸な黄金チャーハンできましたよ。こちらで最高に美味しい高知県名物卵焼き飯完成でございます。ただい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 
じゃあこいつですよ。じゃあまずいただきたいと思います。そのまま。すげえパラッパラだ。おうまっ。卵だけで作っちゃう、この素朴な感じね。このままでもめちゃめちゃ美味しい。そしてこのままでも最高に美味しいんですけど、この酢醤油ですよ。これかけてください。これびっくりしますよ。さーっとかけます。これで食ってみてください。これさ、チャーハンに酢醤油かけるっていうの昔からやってるんですけど、なんでこんなにうまくなるかわかんないぞ。マジでうまいっすからね、これね。チャーハンに酢醤油かけるっていうのは、この卵焼き飯が一番合います。酸味と醤油の旨味が入って、グッと味が深まるんですよ。やばい。酢醤油、黒胡椒。これもいい。これになるともうかなりパンチきますね。これだわ。ということで、テス乾杯乾杯。はい、いただきます。です。うまっ。卵だけでもめっちゃうまいでしょ。うん。怖いね。これ酢醤油。酢醤油。これで究極完全体になる。めっちゃうまい。めっちゃうまいでしょ。めっちゃうまい。めっちゃうまいのよ。めっちゃ好き。なんでこんなうまいか分かんなくない？分かんない。これ分かんねえんだよ。これびっくりするでしょ。これ酢醤油入るとこれね、やってほしい、うん、卵と米と油だけでこんなうめえのかと。やってください。あー、大好き。酒大好き。大好き酒。大好き酒。よいしょよいしょ。みんなどうするんですか。終わりでいい。いや、いいんじゃない。終わり。